この辺マジで、はい、ちょっと行って線がない方、あーやば、緊張してきた、2回目やけど、まあ、ここっすね、ここですね、なんかやべえグッズ売ってます、ここ入ってみましょう、行きます、こんにちは、はい、あ、村長さんですよね、が来るの2回目なんですよ、はい、はい、あ、ユリゲラーのスプーン、インテスすごい、何か使うんですか、何かで趣味趣味趣味です、ユリゲラーのスプーン写真に撮ってもいいですか、はい、はい、なんか作法ありませんでしたっけ、なんか毎回来た時に、はい、なんか一応あるんですか、はいはいはい、うん、あ、ルールはない、あ、そうなんですね、へえ。完了形でお願いをする、あのなりましたとか、ますようにで、あ、なりました。あ、報告ってことですか。あ、なるほど。へえ、うん。ちょっと お参りだけします。すごい、全なんか隕石が掲げられてる、インテスの仏像とかあるんですか、そう、いやいや、僕ちなみにこの芝の像持ってますよ、そう、なんで、え、好きだからどこで買ったんですか、骨董市とか、ちょっと覚えてないですね、多分そんな感じだったはい、あー、はは、あ、なんか売約済み、あ、ここ全部売り物ってことですか、あ、え、これどこから仕入れてくるんですか、買取とか、かい、あ、オークス、もう65年やってるので、はいはいはい、あ、そう、買取って、へえ、すごいですね、すごい大きい隕石ありますよ、どんな感じですか、え、塊、すごいでかい塊です、46億年昔からのって書いてある、でも南端鉄質隕石、どこの隕石ですか、中国って書いてある、あ、これはこれやばそうですよねこれいくらなんやろ、これやばすごい、
僕前からでもちょっと来てみたかったんですけど、ね、あ、そうなの。まあでもなかなか入りづらいですよね。すごいな、どうやって持ってきたのこの隕石。こういうのもある。これ何、なんだろう、これ蔵王権現じゃない、なんちゃら権現じゃない、これ。そうなの、武の神様だよ。あ、そうなの。不動明王じゃなくて不動明王か。1億年前に見たで、はい、1億年前に見たから、もう仕置きも何にもないんだよ。はぁ、あ、はぁはぁ、そこで水のピラミッドの中に水もいっぱい入ってるから、はいはいはい、そこで何ヶ月か入れてパワー検査してるの。へぇ、だからすごく体にいいんだよ。へぇ、だから飲むとどんな病気でもみんな治っちゃう。マスクも裏表に入れたら飛行機であるとコロナにかからないの。え、村長はコロナになってないんですか。ならないからマスクもいらないの。あ、これ飲んでるんだ。すごい。あ、無臭なんですね。すごい。味もこれがまた何かが変わったんですね。あ、そうなんですね。そのね、5センチ下に丹田っていうチャクラのツボがあるので、はいはいはい、そこに当てるとね、お水を食べる。そう、へえ、体の調子が、そうそうそう、毛細血管が広がるので血流が良くなって体温が上がってきて、悪いところとか弱ってるところとか良くなる。へえ、うん、眠くなってますへえ、丹田どうです？熱くなってきました？まあなんかわかります、ね。わかる？あんたどこからいらっしゃる？電波ですね。すごいですね。でもこれだけ集めて。うん、ね。冬はね暖房いらないんだよ。え？あったかい。嘘。なんか旦那そんなこと言ってなんかつけてんじゃないか。あ、探したけど全然とか。不思議ですね。エアコンは乾燥するでしょ。はいはい。すごい家もなくてすっごい暖かい。へえ、なんでだろう。不思議ですね。へえ。そうなんだ。え、これはいろんな種類の隕石があるんですか。その隕石は3種類。あ、3種類あるんですね。3種類あって、はいはい、石質の隕石、これは落ちた地上に落ちるパーセンテージで、はい、はい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 、全然石質の隕石で、はい、この鉄隕石っていうのが、はい、さっきこっちのこれね、はい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 、で石と鉄が一緒になってるのがこの、はい、へえ。あ、なんかすごいですね。一緒になってる。これが 1% しかないから、1グラム、あ、ごめんなさい。あ、いえ。1グラム1万円とかする。へえ。そう。で、パワーも強い。あ、そうなの。そうなの。で、あとは名前がね、リビオンとかそういうのは落ちた場所の名前。あ、そうなんですね。隕石の名前になります。へえ。あ、落ちた場所が隕石の名前になるんだ。そうそうそう、へえ、知らなかった。新宿に落ちたら新宿とか。あ、そうなんだ。それ面白いですね。へえ。面白い。ありがとうございます。じゃあ、帰りましょうか。また来ますね。ありがとうございます。27年前
あ、わかります。すごいですね、それも。すごい、ありがとうございます。電波ですね、はい、すごい電波でした。イカれてやがる。いや、ちょっと切ってください。お疲れ様です。